タブチャンネル、今日はね、この糸というゲームをね、ちょっと皆さんで糸です、糸体操、とてもって糸ね、糸ね古文の流行古文の福祉じゃない雲の糸って書いてあるよ。あ、雲の糸、そっち片側の方で、そう、あのちなみにこの糸ってゲーム、雲の糸っていう協力版と赤糸っていうこうなんと対戦版、なんかそう裏切り型ゲームみたいな2つあるんですけど、今回はこの協力型の方、ね、この糸、ね、赤い糸の方が協力版っぽいけど、そうそうそう、ね、雲の糸の方が対戦っぽいけど、ね、逆なんだ、そうだからこっちは完全にみんなで協力するゲームなんで、はい、そうだから あっちはなんか裏切りが結構あるらしいので、あ、じゃあ今回はみんな力を合わせてクリアできるかもしれない。そうです、オッケー、はい、そういうことです、はい、はい、ということでルール説明していくんですけども、はい、まあ、まず、皆さん1人ずつ1枚ずつね、はい、カードを持ちますと、はい、じゃあ今ちょっとルール説明なのでみんなオープンしてください、はい、えオープンしてあー、まあいいですね、はいはいではいはいはい、それで96、97、はい、60ですね、まあちょっとまあここをちょっと離れて、ここ近いですね、うん、まあいいですね、はい、で、でここからさらに1枚取るんですよ、1枚取る、ちっちゃい方のカードね、2種類あるんだね、はい、なんでもいいですけど、じゃあもう一度かしましょう、はい、ポンと、ここには2つ書いてあって、映画の登場人物の強さとキャラクターの人気というのが2つありますね、ほうほう、まあ、これはあのどっちか選べばいいんですけど、うん、じゃあ例えばじゃあこっちのキャラクターの人気にしますか今回、うん、でここに1から100までで、人気あるは100、人気ないは1って書かれてるんですよ、うん、で今回は今福良さん60、うん、で僕97で、うん、山本さん96ですね、うん、したら数字は言っちゃダメなんですけど、ここに沿って自分のカードの数字はこのキャラクターの人気で言ったら何相当かを言うんです。なるほどね、60って言葉を出さずに、そう、60ぐらいの人気のあるキャラクターを言う、じゃあここにじゃあお題が書かれてて、このお題に沿った、まあ、数字と照らし合わせてっぽいやつを言ってくる、そうそうそう、そういうことだから、こうちゃんは97を伝えたいからめちゃくちゃ人気あるキャラクターを言えば、例えばまあアンパンマンとか、そう、そういう感じね、そう言ったら、あ、90ぐらいかなって予想できる、はいはいはい、で、福田さんだったら60難しい、60のキャラむずいですね、ちょいテディベア、テディベア確かアンパンマンとテディベアだったらアンパンマンの方が高いから、ね、人気って言われるとね、うん、そうで、まああるわけです、うん、こうやって決めて、まあ自分は何々って言うわけですよ、うん、そしたら数字が少ない人からみんなで意思疎通して出していくんですよ、だから自分の数字は何か言っちゃいけないけど、うん、例えばじゃあ今、テディベア、じゃあアンパンマンじゃないですか、え、アンパンマンだよ僕もまあそしたらじゃあ分かんないんで、まあ、ドラえもんとか言ったら、じゃあドラえもんとかしますから、だから、まあ、テディベア、まあ、テディベアかなって言って表出すんですね、表出す、表出すと、はい、でも60です、これで今持ってる2人は60よりカードが大きいからセーフだとか分かります、そうね、内心そう安心するわけ、よかったよかったって、はい、じゃあ、まあ、例えばじゃあ仮に佐々木にドラえもんって出して、こちらが出したとしたらこれ、うん、全部出したから成功、はいはいはい、成功すると、最初ファーストだったのがでセカンドになるので、はいはい、セカンドはここから2枚ずつカードを、なるほど、あー 6個をちっちゃい順並べるんだ、それそれむずいな、これが最終ステージが、3枚ずつですね、うわやばくねそれ、でこれじゃあ仮にさっきじゃあ、最初6じゃ出したとして、はい、じゃあ先に97出しちゃったと、うん、そしたら96の方が小さいから失敗ですよね、うん、失敗しちゃった場合はライフが減るんですかね、うんうん、ライフが減る、はい、2個になったと、2個になったと、うん、ともこれ失敗だからもう一回やり直す、はい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 、で、でもじゃあ仮にじゃあ先に、96が出したとする、うんうん、でも60出せなかった、これ失敗なんですけど、うん、この時点だとまだ終わってないから、この時点でまだセーフで、97出せたから、97出せますよね、まだ、うん、からこうしたら成功だから、まあ、次進むってことですね、え？どういうこと？ 60 はどうなったの？ 61 枚分がライフ1個なんですよ、うん、でも最後全員が出し切れさえすれば次のステージいける、あ、次のステージに行けるのか、ライフは減るんだけど、そう、あー、ステージは上がる、はい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 、でもだからさっき最後97が出せなかったらそれ失敗で終わってるから、はいはいはい、それダメ、なるほどなるほど、そうそうそう、最後も成功すれば次行ける、あ、オッケーオッケー、はい、なるほどね、ライフを減らしても次に行くことはできる、次に行くことはできる、なるほど、はい、いいですかね、なんとなくまあまあやっていけば、そう、この辺はどうせね、まあそうそうそう、その場で判断する、そうそう、その場で判断するって感じだから、いや、そもそも、うん、ライフ減らないから確かに、ね、意思疎通がね、そうそうそう、絶対いけるから、こんなルール確認しなくてもいいんだよ、よし、そうだ、よし、え、この数字意味あるの、数字は1の方が割と簡単なお題、出っ張っちゃうんだね、これまあだからなんか
例えば一番最初1からやるとかでもいいです。そうなんですよ、1からやるとかでもいいです。子供とやるときは1だけにしようとかそういうこと。まあそんな感じで1が 1にしますか。1でやるからじゃあね、はい、じゃあ配ってきますか、うん、はい。じゃあもうこれから、数字を言ってはいけないですね。オッケー、数字言ってですね、はい、いいゲーム、はい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 、で、はい、これいきます。はい、ドドン、どっち見るのこれ。はい、どっちがおにぎりの具の人気かパンの種類の人気。おにぎりか、これも選んでいいんだ。これみんなそれで選んで、これはどっちでもいいよ。どっちでもいいな。じゃあおにぎりにしますか。おにぎりの具の人気ね。はい、人気あるが100、人気ないがですね、はい、人気か、オッケー。はい、じゃあ、俺言うね。はい、ね梅干しの種。は？梅干しの種、おにぎりの中に梅干しの種が入ってるやつぐらいの人気。いや好きだな梅干しの種よ。じゃあ俺は、はい、俺はマヨネーズ。微妙だ。結構人によって言われるやつ。マヨネーズぐらい、はい、じゃあじゃあどうしようかな。じゃあ何でもいいけど、何でもいい、鮭とイクラと昆布。はいはいはい、これがもう一番高いの。一番高いでしょ。で、一番低いでしょ。まあ多分そうだね。多分梅干しの種でしょ。梅干しの種、それ一番低い。確かにね。まあそうね、どっちが嫌だかって言われたら、そう、いやだ、俺がもう食っていくと、おい、これエビマヨかなと思いきや、おい、マヨネーズぐらいの感じ。あ、まあこれあれでしょ、種の中のあの、人みたいな。そういうことやないよね。まあ、噛み砕けば、そうだね。まあ、そこだけで、ね、味わえるみたいな。やだよ、おにぎり。まあ、これかな。はい、うん、じゃあ、もう、これでもう決めたら出してください。はい。はい、どうぞ。6! 6! おい、相当低いよ。低い。じゃあ次、僕かな。うん、はい。31! あー、OK! そして、92! あー、いいね。まあまあ、まあまあ、これは簡単でしたね。数字も良かったね。うん、バラバラだったからね。うん、そう、これで31と32とかだと難しいですね。難しい。微妙なところね。はい。戻さなくて。いや、俺は戻してるじゃん。はい、戻してあげましょう。次、4見えてるけど。次ー、いや、逃げる、逃げないでしょ、逃げないでしょか。いいんじゃない、4で逃げていく、逃げていくか。一旦やってみよう、で、はい、どんなもんか見てみようという、うん、はい、ドドン、ドドン、ダダン。じゃあまず、あー、なるほど、あー、なるほど、はいはい、はい、じゃあこれで、おい、はい、ダダン、ダン。建物の人気か、住みたい国や場所の人気。うわー、むずいねー。いや、まだ住みたい国、あ、住みたい国じゃない、でいこうか、うん、数字が大きい方が人気がある。ってことは、そうだね。うん。うわぁ。いやぁ、待って。うわ、これね、どうしようかな。これむずいなぁ。国や場所ね。うわぁ、難しい。どういく？なんか、自分は分かりやすいって人がいい。そうだね。そうそうそう。それがいい。そうだね。いやぁ、でも分かりやすい。うーん、ないなぁ。これむずいなぁ。じゃあ行くか、俺から。俺はポルトガル。ポルトガル。ポルトガルか。ポルトガルぐらい。ポルトガルぐらい。うん、うん、そうだ、ポルトガル。ポルトガルか。ポルトガルぐらいだね、これ。なるほどね。これやったらポルトガル。俺はね、うん、うわ、どうしようかな。でもこれでね、なんか決まっちゃう気がするから。そう、これがね、結構ね、相手に干渉しちゃう、ね、うん、ちょ、待って、あれじゃん、2枚じゃん、次。ああ、そっか。ナイス、よく気づいた。じゃあ、もう1枚。じゃあ、今、もう1回です。めっちゃむずいじゃん。はい、これ、今、1枚でも下がったね、2枚じゃん。うーわー、うわー、うわー、すみたい。やべえ、ちょっと、4、むずすぎる。だから、あの、この前、1枚が何々、1枚が何々って言って。はい、はい、じゃあ、まあ、1枚は俺はもう、ポルトガルね。うわ、どうかな。じゃあこれが戸越公園。戸越公園、説明、説明を。戸越公園駅。ああ、あそこね。駅、ポルトガルと駅、ちょっと待って。戸越公園駅ぐらい。戸越公園駅。あ
ちょっとあんまりわかんないんだよなと思って駅このそのだってどんな感じなのか住みたい住みたい場所場所だから、だから次引っ越すときに東公園駅に引っ越したっていう、ね、最寄りってこと、ね、最寄りってことあそうそうあ最寄りってことね、駅かと思ってこれ1ぐらいかなと思って駅は、はい、じゃあ1個はシリアおー、わかりました。シリアね、はい。シリア、はい、いいですよ。シリアね。シリア。で、もう一個もいっちゃう。もう一個は、どうしようかな。あの辺にしよう。じゃあ、なんだろう。もうちょい上かな。ケニア。まあまあまあ。はい、じゃあ、シリアとケニア。もう一個ね。じゃあね、こっちは三軒茶屋。いやだって、いやだって三軒茶屋でしょ。三軒茶屋はね、わかんない。いやでもあれか、あと俺もよく言ったよね。まあ、俺の三茶知識が間違ってるから。俺はやってる。もう一個はね。なんて言えばいいんかな。いやこれいやこれマジむずいよ。マジむずい。ね。じゃあね。ハンガリー。いや。それはダメでしょ。うめえ。わかんない。いやまあそうだね。俺これはハンガリーね。ポルトガルとハンガリー。わかんないね。じゃあまずシリアじゃない。まあ俺シリアだと思うよ。僕もね。シリアだと思う。こんなかったね。シリア。はい。じゃあ行っていいですか。シリアはい。九ね。九。9です。まあ治安悪そうなんだけど、まあまあまあ、それはね、はい、痛くはないですね、正直ね。で、次ケニアでしょ。いや、ケニアだと思う。僕もケニア。はい、ケニア。大丈夫かな ?23 ね。23。はい。次よね、こっからだね。いや、ポルトガルじゃない？まあでも、こうちゃんはどっちかが分かって。あ、分かってんじゃん。ん？何が？そうね。ハンガリーかポルトガルか。これは言っていいの？これは別にいいんじゃない？いいよね。だから俺はハンガリーの方が下に、あ、違う、ハンガリーの方が上に来てる。上に来てる。ハンガリーの方が上で、じゃあ、ポルトガル、ポルトガル。ポルトガルだと思う。うわ、高っけー。え、え、待って。いや、でも俺ね、絶対ハンガリーだと思う。ああ。これはね、これはいける。はい、これはいける、確証が。こそ、これだ。じゃあ、これいける？あ、そうか、もういける。はい、分かったのね。はい。戸越公園が46。あーでも確かに結構住みたいんだよハンガリーとか。ええぞ。ちなみに三茶が。あーまあそうだね。でもこう見ると俺低すぎるな。二人ね比べて相当低く見積もってんな。まあ1枚で済んだね。まあまあ一個ね。ちょっと俺も国にすればよかったね。そうね。そうそうそうね。ちょっと軸ぶれちゃった。ぶれちゃったね。あでもまあ意外といけるかも。意外とね。まあでもこれでね、あ一応成功したから、うん、成功すると 1増えるんで、はい、そうね。あまあなんかあれね、その低いのが集まったらよかったかな。そうだね、うん、次どうする、4にする、何にする。でも次ね、3だよ、このままだと。次ね、3枚だよ。そうね、まあ、3枚だから3にしとく。このまま別に混ぜずにいきましょう。これライフ増えるので、今1回クリアしたから1個増える。あ、そうなんだ。クリアしたら1個増えるっていう。失敗してもいいんだ。まあ、失敗しても1個しか増えないから、2枚ミスって、今ミス1枚だったから、すんだけど、うん、なるほどね。1枚だけ出せなかったってことね。そうそうそう。だから、毎ゲーム1回まではミスっていいってこと。そう、うん、じゃあめくりますか、これ。あいいね。はい、ポン。旅行したい国や場所に行きたい。旅行先に持っていきたいもの。持っていきたいもの。旅行先にね、持ってきたいものね。うわぁ。じゃあね、はい、これが財布。やべえ。ちょっと待って、それやばいんだって。やばいんだよ。本当に財布。財布。じゃあ、僕はこれカバン。どっちだよ。いや待って、うわ待って。旅行先でしょ。旅行先持ってきたもんでしょ。何を持って0で、何を持って100なんだろうな。いや、カバンですね。カバン。まあまあまあ。じゃあ、これがアクセサリー。微妙だな。いやマジ微妙だね。それアクセサリーかなって感じ。でこれがサソリ。サソリぐらい持っていきたい。オッケー。こうさ持ってきたい。相当持ってきたいよ。じゃあね、これはねバスタオル。
おー、うわー、あ、でもわかる、いや、旅行だよ、だから旅行、一般の旅行よ、だからどの旅行とは言ってないから、あー、なるほどなるほど、旅行ね、はい、旅行として、はいはい、全旅行だから、 全旅行のうちそれを持ってきたよ、バスタオルだから、じゃあ俺これはコンシーラーあ、その角度いいかもね、でもコンシーラー、これコンシーラーか、コンシーラーか、あかんねで、いや、これが微妙なんでね、これがね、どうしような、いや、でも俺覚悟決めていくしかないな、これそう、これもう誰か行かないけどね、やっぱ ね、 そうね、そのみんなわかんないけど、行ったら結構それの指標になるから、どうしたかな、これ、はい、じゃあ、はい、ね、冷蔵庫冷蔵庫を持っていく、あ、なるほどね、いうことね、じゃあこれ、はい、はい、シャーペン旅行にシャーペンね、はい、いや、シャーペンだ、はいはいはい、うん、シャーペン、そうだね、俺的にはそうだね、はい、お菓子、お菓子、あ、お菓子、え、これだからもうそれぞれさ、みんな低い順に並べてさ、一番低いやつの3つで争えばいいってことじゃない、まあそうだね、まあ、そうそう、自分の勝ってるから、はいはいはい、まあこっちから低いじゃない、はい、サソリか、アクセサリー、コンシーラー、シャーペン、え、アクセサリーが一番低い、マジで一番低い、マジで一番低い、いや、まあ、もうすでに違うよ、まあでももうすでに、いや、いや、だってアクセサリーをわざと持ってくとこだよ、いや、だから、そうそう、だからアクセサリーが一番低い、でも、で、こう、俺的にはそのアクセサリー、コンシーラー、シャーペンだよ、これは僕は、バスタオル、バスタオルが一番低いの、お菓子、あ、そういうことか、はいはいはい、カバン、はい、じゃあまあサソリでしょ、まあサソリだね、サソリだよ、サソリは7、7、OK、 OK、 はい、持ってきたわけねえから、サソリもう、サソリ持ってきたけど、どういうことや、だから、冷蔵庫、まだ冷蔵庫だよ、ね、だって持ってきたいでしょ、それ冷蔵庫でしょ、うん、持っていかないもん、行こう、行こう、35、あーいや、あの、あれが出た瞬間においてその、ダメなのが出た瞬間に、あ、大丈夫、大丈夫、あ、それ大丈夫、これは大丈夫、あ、大丈夫、これは大丈夫、おー、OK、 全然大丈夫、全然大丈夫、はい、ちょっと割れちゃったっていう、で、俺はもうこれ財布だから、財布だもんね、うん、財布だから、アクセサリーうん、とえ、これはバスタオル、アクセサリーとバスタオルだったらアクセサリー、アクセサリーだよ、ちょっとね、いや、バスタオルって、だから世の中にある旅行のうち、そうそうそう、3%の旅行がそうそうそう、バスタオル必要かってことだよ、そう、な、俺がバスタオル必要なの、俺がサークルで行く合宿ぐらいだから、オッケーオッケー、行ってみよう、54 48、あー、これはあー、一個減った、微妙だな、はい、あー、そっか、じゃあ次、まあそうだね、ちょっとね、低かったな、うん、いやー、もうちょっと高いと思った、そうだね、いや、その、なんつうかな、そうだね、いやー、でもアクセサリーの方が、あ、わかんねえな、これアクセサリー、なんかお互いどっちも低いんと思うじゃない俺これいけると思う、これなんだっけ、コンシーラーか、ああそうね、だって男性はいらないから、そう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 、おー、あー、そうだね、そう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 、56、ここ最低はね、いや、ここからよ、ここから、はい、これむずいわ、シャーペンね、これはシャーペンシャーペン別にいらなくね、うん、シャーペンだと思うな、お菓子と、まあお菓子の方がいい、だってお菓子の方がいい、読んだ、旅行先に持っていきたいもの、シャーペンいる、いらなくない、持っていきたくない、いやだってお菓子は持ってきたい、お菓子は持ってきたい、いやだってさ、カバンも持ってきたいし、財布も持ってきたいでしょ、え、だって必要だよ、必要、シャーペンはまあ必要だけど、必要だけども、え、だって、いやいや、シャーペンなしで行ってもいいじゃん、全然いけるよ、シャーペン、シャーペン、だってシャーペンとお菓子どっちかだけ持ってきなさいって言われたら、じゃあシャーペンだ、はい、セーフ、セーフ、セーフ、セーじゃあ、財布、お菓子カバンだから、お菓子よ、お菓子でしょ、お菓子よ、はい、83、うわー、すごい82、87、これはすごい、よかったよかったじゃん、よかったよかった、シャーペンとね、お菓子の感覚ね、そうだわ、そうだ、あ、これむずいね、いやー、カバンと財布だったら、うん、カバンの方がいらないでしょ、普通に考えたら、うん、まあそうだね、そう思う、だってカバンあり財布なしって意味ない、うん、まあそういう意味ないからね、だってどっちが重要かって、そうだと思うそうだよね、そう、ここが合ってるとすれば、うん、ただ俺の財布というコールが合ってるかどうかね、そこでそうだね、だから財布踏まえてるんだったね、はい、じゃあもう言っとくしかないから、いくか、じゃあカバンです、
せーの、ドン93。そして90。あああ思ったよりやったら、いや、そうかキャラバンかちょっと、いや、だからこれより上として携帯電話とかを残したつもりだった。ああ、そうだったのね、うん、いや、クリアならず。いや、そう、僕もちょっとね、上を戻せたんだよね。上、まだ上あるなっていうの、ちょっと上あるなっていうの。いや、だって財布は99よ。財布はね、いや、絶対持ってくるよ。だって財布ない旅行ないでしょ。100携帯、99財布。まあ、そうだね、100携帯かな、100携帯だね。そうか、まあでもむずいね、90はね。いや、でもまあ、いや、わかんない。いや、これやっぱ難しい。うん、まあ、100枚やったら実際ね、100枚、100人でやってたら、うん、財布とは言わないけど、うん、そうね、この枚数だから、うん、まあ上にいても1人かなと思って1個だけ残したって感じだった、ね、でもさすがに読み取れなかったな。そうか、くそー、いや残念でした。クリアならず。クリアならず。でもまあ、まあ、ゲーム的にはいけるわけ。まだもっといける。ゲーム的にはいいんかな。なんかね、そこら辺がね、結構分かってない。あ、微妙。まあ、まあ、2回ミスったから、多分ライフ的には2減ってんの。これでクリアなんかすごいあれだよね。いや、クリアってことはないじゃん。うん、そうね。最後も言ってないからね。最後も言ってないからね。うわー。今回はクリアならず。まあ、クリアならずということで。はい。いや、そっかそっか、面白かったね。まあ、はい、ちょっと残念ながら今回クリアできませんでしたが、うん、ね、これね、結構話してくるんで面白いですね。面白い。ちょっと人によって価値観が違うから、ね、あの、そう、結構これ人の価値観が出るそこももうちょっと面白いですね。ということなので、ぜひこのゲームで遊んでみてください、うん、はい、はい、ということで、チャンネル登録、高評価、メインチャンネルのフォローと、サブちゃんのフォローもです、あと、ツイッターのフォローもよろしくですよね。なんか結構やったら楽しかった、うん、ごめん